44平さん、その名前がいかんてないですか。遠くから言いたくなかったんですけど、ネーミング間違ってしまったんじゃないんですか、これもしかして。外さないから。そこ言われると僕も心が痛いです。残すはですよ。残すはですよ。するしかないですね。するしかないですね。よ、来た来た、うわー、合わせたぞ合わせたぞ、この男は本当に最後の最後にやってくれましたねって。最後じゃないか、まだまだまだ中間ですよ。お、来ました、大きいんじゃないですか、大きいんじゃないですか。めちゃくちゃ負けますね。いや、ちょっとリアクション大きくお願いしますから。おお、大きいんじゃないですかこれ。一番大きいんじゃないんですかこれ。さすが44平さん、名前がいい、名前がいいですよ。3も曲がってますね。タイじゃないですか、タイじゃないですか、ヒラメの90あたりがかぶりついておったじゃないですかね。どうですかどうですか。おお、タイっぽいですね。おー、タイっぽい。来ましたね。昨日は夜ご飯何食べました。昨日唐揚げ食べました。あ、唐揚げですね。唐揚げが効いてるんです、この大きなマダイですね。いいですね、力が入ってますね、力が入ってますね。おお、タモンいきますね、これはですね。タモンいきますよ。皆さんなんかシーンとしておけ、これ差を見てからちょっとなんか言ってくださいね。さっきと全然違う、ボリュームが違う、ボリュームが。おあ、じゃあ、シマフグですか。おお、シマフグとか僕初めて見ますよ。これあれ、さかなクンかなんかでから一番頭にかぶってるじゃないですか。違いました、あれは違うか、ハリセンコ。これは毒のありますか。毒があるんですか、これ、シマフグ。お、来た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 、おお、来たー、これ猛毒ですか。なんか毒ありそうですね。色は綺麗です ね, ね、はあ、でもでっかいですね。でっか、うわ、一番でかい、今日一番でかいフグ来ました。毒フグです。シマフグって言うんですか。うわ、でかいな。これですね、猛毒。猛毒ですか。猛毒じゃないかな。なんか合わせてもらいます。大丈夫ですか。北枕とどっちか行ってしまいそう。玉くらまで行ってしまうでしょ。44ペーさん、あー、リリースで、はい、うわー、師匠みたいかっこいい。あとから皆さん、あのプリンがありますから一緒に食べましょう。ありがとうございます。あの、あれですか、有名なプリン。有名なプリンです。いいんですよ、今日は絶対に合わせた、合わせた、合わせたよ、合わせたよ。大きいじゃないですか、師匠。大きいじゃないですか。うわ、来たぞ、師匠にも。すいません、来ました来ました、師匠に来ましたよ。お、エンジンがかかった。もうちょっと前に進む、ちょっと前に進むらしいですよ。もう釣られたような感じはしないですね。もう釣りをしようって感じはしないですね、この動き方と。マイクポジションからですね。あー、何かな何かな、師匠釣りますね、師匠は。やっぱり多分ね、はあ、75センチのマダイ。75センチのマダイ、今寝てたでしょ、今寝てたで。ほら来た、ほら来た、ほら来たよ、また来たよ、またイソ来たよ。皆さん、ご、あの視聴者さん見てください、師匠はエソしか釣りません今日は。マジでさりげなくリリースしますね、さすが師匠。なあ、もう十分でかくしたのに来た。船長、船長から、これ人妻プリンですね。美味しいんですよ、食べてみてください。いや、もう人妻コリゴリしておけんすね。マジですか、真面目ですか。これはもう 100% 流させていただきます。まあこれちょっともらっとってください、よかったら船に貼っとってください。ちょっとピンボケじゃないですよ、わざとぼかしてやる。神崎、神崎だね。八兵衛さんの分もありますよ。はい、八兵衛さん、もうパテとって味が違うと、味が違う、これヨシエちゃん、あの、何さんがいいですか、何さんがいいですか。ゆかりさん。ゆかりさん、ないね。高尾さん。じゃあ、よしみさんで。よしみさん、彼女の名前は。うわぁ、なつみさん。なつみさんあるね。そんな方にはやっぱり、ようこちゃんで、ようこちゃんで。置いてきますね。ありがとうございます。ようこちゃん、何味。まあ、クレメンティン。44平さんは、まゆみの。まゆみ。まゆみのプリン。師匠がこの前食べたやつと同じやつでちょっとエソを釣ってください。お父さん、お父さん、真由美とヨシエってどっちか
思い出ありますか、名前。まゆみとよしえ。まゆみ。まゆみちゃん。じゃあまゆみのカスタードプリンをですね。これは、はい、あのいただいたというかもうご提供みたいな形になるんですけど、ありがとうございます。寿司屋さんからもらったんですよ。はい、食べてみてください。ありがとうございます。海でプリンは美味しいからですね。行きましょう。波平さん。はい、よしえさんでよろしいでしょうか。はい、なんか思い出の名前あります。吉井さん、特にないですか。はい、なんか通販でも買えるらしいです。聞いたらですね。ドライブスルーだけかなと思ったらですね。本当ありがとうございます。ありがとうございました。なんていう寿司屋さんやったかいな。ね。何ですかね。何やったかいな。ラグラ寿司。八兵衛さんがナンパしようでしょ。人妻を。はい、どっちがいいですか。人妻っぽい。本当の人妻ですね。陽子の方で。はい。はい、なんか思い出ありますか。お母さん陽子なんです。これはあまりにも美味しい。これちょっと前に。前に。ああ、美味しい。美味しいですか。美味しいですか。はい。けど師匠はひどいこと言ってましたよ。ようこの悩んでるんですか。よかった。泉のデカパイ。あ、違う。デカパイ。カフェ。デカパイ。もうめちゃくちゃよ。あ、怖いね。美味しいです。何味？カフェオレ。あ、今度は八兵衛さんの振る舞いが始まったぞ。どっから持っていったんやつだ。いいですね、プリンの後にホットコーヒーが飲めるんですか。砂糖とミルクあるよ。あー、ブラックだよ。でも越してきたんですか、これ。おー、もう八兵衛さんもなんか酷なことしますね。初めて見ましたよ。いつも師匠の、あの高級料理見とったら高級料理、鳩羽飯って言ってください。いくらで来られんやろ。あー、来て来て、マグロ釣ったぞ。44平さん、おめでとうございます。さすが、そのもうしなりが違うもん。さすがや。正直な、マグロと思いますか。マグロですか。マグロですか。何マグロですか。マグロです。そこにこだわりはないんだ。マグロマグロ言ってますよ。お、結構曲がってますね。いい感じですね。おお、大きいですか。何キロぐらい。何キロぐらい。100キロぐらいですか。100キロぐらい。あ、見えてきた、見えてきた。何やこれ。イカじゃないですか。うわー、来たよ。アラ、アラじゃないですか。すごい。違った、ハタでしたね。おお、すごい綺麗な、大きいじゃないですか。うわ、これが堤防で来たら嬉しいんですけどね。堤防やったんですね。すごい簡単に上がってきましたね。早かったな。なんか一言お願いします。あざす。おー、マハタですよ、マハタ。あざす。あー、さすがやりましたね。14ペース。毒ありますよね。毒あるんですか、これ。背びれにですか。全体的に。全体的に。なんかあんまりいいこと言われなくなりましたね。ちけさん来たんじゃないですか、それ。ラメさん来たんじゃないですか。お、来た来た来た。お、曲がってますね。来た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 。みんなが釣れない中で釣る。朝と夕と。持っていきますね、ナミヘイさん。関係なんでしょうね、また。あー、なるほどですね。青なら編です。これは、あ、青なら編ですか。もう分かるわけですね。朝からよう分かってますもんね、なんかですね。これはっていうのを勘違いしてるやつばっかやってね、朝から。あ、絡んでるんですか。絡んで、あ、マジですか。出たよ、で、みんなお祭りじゃないか。いや、違うよ、違うよ。失礼だ。これ、なんとかの手って言いますね。違うと。あ、違うわけですね。ここはこうお祭りしてますからですね。おー、いいな。凄まじい光景になりますよ。おー、凄まじい光景ですよ、これ。みんなこっち向いとくで、自分の竿を。はい、こっちはこっちで、みたい。来ました、来ました、来ました。来ました。朝と一緒です。お、今回はタモいらなかったですね。おー、おめでとうございます。最後の最後ですね。あー、よかったですね。それ、どうやって食べますか、それ。ちょっとさっきでも釣ったけん、一つは煮付けで一つは刺身にしようかなと。なるほどなるほど。彼女の行方がどこ行ってますよ。彼女にもう食べさせてあげてくださいね。はい、わかりました。ありがとうございます。うわ、気持ち悪いぐらいでかくにも来てますね。ぼやぼやぼやがですね。はい。